はい、こんにちは。今日はコーチングに関するお話です。大きな目標を立てても達成することは難しいっていうお話をしていきます。コーチングを僕も実際やったりしてるんですけれども、そんな中でよく言われるのが、大きな目標を立てましょうとか、自分の人生の延長上にはないでっかいでっかい夢を持ちましょうっていうようなことが言われたりします。かくいう私自身もそれはすごくいいことだと思ってたんですよ。ところが自分自身の体験とか、あるいはこれまで持ったことのあるクライアントさんが目標を達成していく姿を見ていくと、それが果たして正しいのかっていう疑問を持ったんですよ。これなんでかっていうと、目標を達成することを全てが正しいっていう印象を与えがちなんですけれども、どちらかというとそこに向かっていくためのプロセスをどう歩むかっていうことの方が、我々のモチベーションを上げたりとか、あるいは幸福度を高めていくっていう結果が出てるんですよね。だから達成してしまうと、逆に燃え尽き症候群と言われるバーンアウトと呼ばれる、もう達成してしまったがゆえにモチベーションが下がって生きる気力をなくして、中には自殺までしてしまうというような人もいるという結果も出ていますので、どちらかというとここにたどり着くというよりも、ここにたどり着くためのプロセスをどうやって踏んでいくかということが実は大事なんですよということを、コーチングの勉強とか心理学の勉強とか行動に関する勉強とかっていうのをいろいろこうしっかりと学び直した結果、こういう科学者が出した結果もあったというのが今回発見できたので、シェアを皆さんにしていきたいというふうに思うんですけれども、よくそのコーチングとかをやっていくと、定番の立て方として大きく3種類あって、1つは大きな目標を立てましょうと、で2つ目に目標をいつそれ達成するのって期限を決めると、そして3つ目に、じゃあその期限や目標から逆算していってどうやってそこまでいくのかっていうプロセスを決めていきましょうっていう、いわゆる逆算ってやつですねっていうようなやり方があるんですが、実は伸びない人とか、あるいは企業ほど大きい目標を立てがちなんですよ。来期の目標は売上 300% アップだとか、それから俺は1回戦負けのチームなのにプロ野球選手になるんだとかっていうような、大きい目標を立てていくと、目標が大きければ大きいほどやる気が失われていくという残念な結果が実は出ているんですね。むしろ目標を立てない方が生産性が上がったりとか、あるいは前日との自分の能力とか結果を比較して意識して、それをさらに良くしていこう、昨日の自分に勝っていこうというふうにする方が、能力とかそれから意識とか自分自身のレベルを高めていく傾向が高かった、強かったっていうことなんですね。以前目標設定の罠というコーチングに関する動画を上げたんですけど、まさにそこで喋ったことが改めて勉強し直していくと同じことが言われていたというところなんですね。で、大きな目標っていうのは失敗のもとになったりとか、逆に利益を失ってしまったりとか、モチベーションの低下につながったりとか、それから倫理観を損なうと、この大きい目標を達成するためにもなりふり構わず、とにかく人を蹴落としてでも誰かを騙してでも達成してやろうっていうような倫理観が損なわれた行動っていうのが生まれてしまって、結果的に全て失っていくっていうことがどうしても発生しうるという可能性が高かったってことだったんですね。ですんで、どういう結局目標って、目標を立てるならどういう立て方をするのが結局いいのっていう話に帰着していくと、大きくですね4つありまして、1つは目標と自分との間に少しだけしか関係がないと、どちらかというと達成した先の方が大事だっていうことなんですよね。だから僕よく例えるのがゼルダの伝説って皆さんやったことありますかね。リンクが主人公の緑の服を着た全部任天堂から出ているのが例えたりするんですけど、リンクのその目標っていうのはガロングロフという魔王を倒すことが目標じゃないんですよね。目標はそのガロングロフを倒すことによってハイラルの平和を取り戻すことなんですよ。だからもしもガノンドロフを倒せなかったとしても、ハイラルという街が、世界が平和であれば問題ないわけなんですよ。マリオで例えるなら、マリオがキノコ王国をの平和を保てるなら別にクッパ倒さなくていいんですよ。クッパを倒すのはキノコ王国に平和を取り戻すための過程であって、クッパ倒さなくても平和だったら一切必要ないっていう話なんですよね。これ分かりますよね。だからそこにマリオとキノコ王国の平和の間にたまたまクッパ、
リンクとハイラルの平和のためにたまたま間にガンドロフっていうのがいるだけで、こいつを無視してヒュッととこう平和っていう場所に行けるんだったら別に関係がないと、だからこいつを倒すっていうのは少しの間、少しの関係しかなくて別にいいっていうわけなんですよね。はい。それから2つ目に、自分にとってさほど重要じゃないと、つまり達成してもしなくても別にいいですよということなんですよね。だから資格の勉強とかをしてても、例えば中小企業診断士とか税理士とか弁護士とかっていろんな勉強があると思う、いろんな資格があると思うんですけど、結果的に弁護士になれなかったとしても、結果的に税理士になれなかったとしても、その知識を身につけて人様の役に立つっていうことが叶っている、つまり目的が叶っているのであれば、その資格を取るという目標は究極達成しなくてもいいと、それを仕事にしなくちゃいけないと、仕事にしたいと思っている人だったら資格を取りに行かなくちゃいけないんですけど、でもその先を考えた時に、その知識を持っていることであらゆる人の助けになりたい、それが叶うんだったら別に資格って取れなくてもいいですよっていう話なんですよね。はい。だから自分が目標としてこの資格を取るっていうことはさほど重要じゃないっていうことも一つポイントだったりします。ではそのプロセスとその目標の先にある自分が本当にやりたいことっていうところがリンクしていれば OK っていう話です。それから3つ目に、具体的すぎず抽象的にやりましょうと。よくあるのがダイエットとか筋トレとか禁酒禁煙とかってなった時に、どれくらいの間禁酒するのかとか、どのくらいの体重をダイエットするのか、10キロ痩せるとかっていうんじゃなくて、10キロは別に痩せなくていいんですよ。どちらかというと見た目とか、あるいはその運動をする習慣っていうのを身につけることの方が大事ですから、5、6キロ、7キロ痩せれたら万々歳かなくらいに、その代わり毎日腕立て、腹筋、背筋、スクワットってやる習慣を身につけようって、そっちがうまくいけば OK というくらいに思った方が、物事はうまく運びますよということです。そして最後4つ目に、目標同士が矛盾しないということ。だからさっきのまたゼルダの伝説の話に戻っていくと、平和を取り戻す、あるいはハイラノの平和を維持することと、敵屋に行って弓矢の数を増やすためにルピーを払って、満点を取るっていうのと、これリンクしてるかっていうと、リンクしてない、リンクがリンクって変ですね、結びついてるかっていうと結びついてないですよね。はい。で、キノコ王国の平和を取り戻すためにマリオの残機数を増やすためにキノコショップに行って、ミニゲームをやりまくるって、これ関係あるかっていうと、ゲームの話で例えるゲームの話戻すなら、上手い人はもう一回も死なずにいけるわけじゃないですか。でそういうことを考えると、残機数を増やしたりとか弓矢を持てる本数を増やすとかっていうのは、平和を取り戻す、あるいは平和を維持するっていうこととリンクしてないので、こういう自分の行動と目標が矛盾していないということも大事だっていうことなんですね。だから端的に4つもう一回言うと、目標と自分の間に少ししか関係がないっていうこと、それから2つ目に、自分にとってさほど重要でない目標、それから3つ目、具体的すぎずに抽象的に立てましょう、4つ目に、目標同士が矛盾しないっていうこと、これが大事になっていきます。で、よく多くの自己啓発書なんかに書かれている、でっかい目標、でっかい夢を持ちましょうとか、目標は明確に立てましょうとかっていうのとは、実は今言ったこの4つって真反対のことなんですよね。でどちらが正しいとかって言ってるわけじゃないんですよ。だって実際に自己啓発書を出せるくらいの人たちっていうのは、それだけの成功を収めて、世に自分が成功した方法をいろんな人に知ってほしいなって思って、ああやって本をいっぱい出してるわけなんですから、それが別に悪いってわけではないです。ただしそれで成功した人、した若い人たちとか著名人とかもいれば、その一方で科学ではそれでは成功できないよっていう結果も出ているので、皆さんにとって目標は大きく、そして明確に立てる方が自分のモチベーションを高めて、それを維持してゴール達成まで走らせてくれるのか、それとも目標は立てずに抽象的にやって、プロセスさえうまくいけばいつの間にか目標達成してたそのレベルでいいよっていう方がうまくいくのかっていうのをしっかりと見極めて、自分のキャラクターはどっちが合うのかっていうことをしっかりと考えて、どちらから取り組んでいただけたらなと思います。だからどっちが賞に合うかっていうことが大事で、どっちを選んでも成功するならいいんですよ、どっちを選んだとしても。ただしその選択のミスると、いつまでたってもモチベーション上がらないし、目標達成できないし、プロセスもしんどいし、いつの間にか何もしなくなっているという状態になるんで、これは注意してほしいなというふうに思います。だから
ちょっと自己啓発の話に戻ると、なんで夢はでっかくとか目標は明確に立てましょうっていう本ばっかりが出てるかっていうと、じゃあ目標なんかいりませんよとか、もう夢別に小さくていいですよとかっていう本が売れるかって言ったら、やっぱ出版社としてはそんな売れないじゃないですか。どちらかというとなんかインパクトの強いものを売り出したいと思うから、そういう本の方が世の中に多く溢れているっていうだけの話ですから、科学はその真逆を証明してますんで、それはどちらがいいかっていうのはさっきも言ったように皆さんのキャラクターに合わせてぜひ選択していただけたらなというふうに思います。で、その自分のキャラクターをどっちがいいのか、どっちを選ぶのがいいのかっていうのがわからないという方はぜひですね、私自身のコーチングを受けていただけたらと思いますんで、そこは Twitter の DM なり YouTube のコメントに残していただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。